ショックで永眠するところだったぞ。なんでやねん。そうや、よし決めた。あさって月曜日、あんたのバイオリンの発表会をする。なんでやねん。いいのか、小鳥の演奏って。大丈夫です、ずいぶん上手になりましたから。なんでやねん。というわけで、私たち二人きりになっちゃったけど、何して遊ぶ？疲れたから寝る。なんでやねん。